早見紀章さんです。はじめまして。おはようございます。あ、おはようございます。慣れてないんですけども大丈夫です。はい、ありがとうございます。ね、今日実は2回目なんですよね、お目にかかるの。はい、そうです。お願いして来ていただいちゃいました。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。はい、で実は今ここの手元にですね、素敵なこの写真集があるんですけれども、はい、あのまあラジオなので写真自体はご覧いただくことはできないんですが、はい、どうぞ本当に動画の方で写真の方もご覧いただけたらなと思います。で今ここに2冊あるんですけども、はい、1冊目が水彩記。そうですね、はい、私早見紀章と申しますけども、はい、その紀章の紀というのが、紀元前の紀なんですよね。あ、そうですね、はいはい、でこちらの、まあ、紀とあとは水彩っていう、まあ、水の彩りですね、はい、そちらのものを、まあ、掛け合わせて水彩紀というような写真集にしまして、なるほど、まあ、要は僕自身が表現したい水の彩りとか、まあ、そういうものを、まあ、はい、一つなんかこう日記のようにしてまとめた作品集ですね。で実際にですね、まあ、水彩、水の彩り、本当この字の通り、はい、まあ、自然環境の中の水の色が本当に写真を通して様々にもう本当に表現されてるんですよね。ありがとうございます。はい、なので、あ、こんな風にお上手な方が撮られると水の色も空気の色もこんな風に1枚の紙に焼き付けられるんだなと。そうなんですよ。すごい素敵ですよね。水というのが非常に面白い、はい、まあ、性質を持ってますよね、ええ、通常は、まあ、水蒸気になったりとか、はい、であとそれが凝固するとこの氷になったりとか、はい、でまた流動体になったりとか、そうですよね、さまざまな形に変わるわけですけども、はい、うん、それらを、なんかそこに夕日とか朝日とか、はい、そういったものが当たったりとかすることによって色が変わっていくわけですよ。そうですよね。それが本当に刻一刻と変わっていくわけじゃないですか、はいはい、そういう私たちが普段日常的にどこか旅行に行って素敵な景色見てても変わってきますけど、でわー素敵って思ってですよね、写真撮っても、はい、でもこうはならないんですよ。いやーそう言っていただけると非常にありがたいですね。はい、水を取るっていうのは非常に難しいんですよ、はい、僕がよく使う技法の一つに、まあ、カメラのシャッターをですね、はい、長い間開けて撮るっていう技法を使うんですけども、この技法を使うにあたって三脚が必要になってしまうんですよね。もうブレたら終わりですもんね。そうですよ、はい、そうなので、まあ、水を撮影するときに必ず三脚を持ってくるんですけども、はい、そうするとなかなか一般の方が三脚までご用意して撮影するってあんまりないじゃないですか。ないですよね。今時は本当にカメラ自体の、性能はアップしてきているので、はい、素人さんでも昔に比べたらすごく綺麗な写真が撮れるようにはなってきてると思うんですが、そうですよね、はい、でもやはりそこがまたもう一つプロの方たち、はい、やっぱプロならではっていうものがそこにもう一個加わるわけなんですよね。そうですね、特にそちらの長時間露光とかいう、はい、まあ、技法を使うことによって、水の時間を圧縮することができるんですよ、はい、時間を圧縮？そうです、30秒とか、まあ、1分とか、はい、まあ、場合によっては1時間とか撮影ずっと写真を撮影してるんですけども、それらを、まあ、1枚に表現するってことは時間を凝縮することにつながるじゃないですか。なるほど。なので風景写真の中でもこの水を撮影するということに関しては普段僕らが見ることができないその時間を圧縮した風景を 見ることができるんで。そっか、そういうことなわけですね、はい、それはもちろん本当に素人がちょろちょろってやってできるような話じゃないですね。そうですね、そうあっていただきたいと。なるほどなるほど、はい、そっか。そしてこの水彩記の、はい、作られたこれが処女作でいらっしゃるんですよね。そうですね、2012年に、はい、こちらの方を出版しまして、そこから、今までが3年間になりますね、はい、ですので2作目、こちらがですね、はい、水彩記から3年、待望の写真集が今ここにって書かれて、はい、帯がかかっている、はい、西表島の写真集なんですよね。そうですね、はい、2作目が、バリアスカラーオブ西表アイランドというようなことで、はい、あ、まあ、そうか、赤色タイトルはそちらですね。そうですね、はいはい、でこのバリアスカラーっていうのは、多様性、多種多様なっていうような、うんうん、まあ、色合いですね、はい、様々な色が満ちている西表島っていうタイトルなんですけども、はい、
もう一つ実を言うとこの中に込められている思いとしては、はい、多種多様っていうのは生物も含まれてるんですよ。そっか、実際に西表島って、はい、素人の私、訪れたことのない私でも、はい、日本とは思えないくらいに、そうなんですよね、いろんな種類の生き物が生きていることを私もちょこっとは知ってますので、はい、実際にいらっしゃって撮影されるといろんな表情が見えるんでしょうね。そうですね、特に浦内川という川が島の西側に、はい、流れてるんですけども、この川の、固有数ですね、はい、生物の固有数に関してなんですけども、実を言うとアマゾン川に匹敵するだけの固有数を誇ってる川が、なんと西表島にあるんですよ。ちっちゃな島なのに。そうです、周囲120キロしかないんですよね。それなのにアマゾンって今おっしゃいました？アマゾンです。アマゾンって一体どのくらい距離あるでしょうね。そこすごいですよね。そうなんですよ、アマゾンの流域って、はい、何十キロ、下手したら何百キロっていう距離があるんですけども、この浦内川ってたかだか数キロしかないんですよ、はい、それなのにもうアマゾンにと、まあ、要は互角に戦えちゃうそれほどまでに豊かな自然を、まあ、有している島っていうのがこの日本にあるわけなんですよね。なんだかすごいですよね。そう、壮大な話になってきましたけども。ですよね、はい、そしてそこのいろいろな風景、いろいろな表情を収められたのがこの写真集なわけですが、はい、この中に本当に印象的な写真がいくつもあるので、ちょっとそのお話を伺いたいんですけど、はい、例えばこちらにあるこのお花、はい、これは何のお花なんでしょう？これはサガリバナというお花になりまして、はい、まあ、いわゆる灌木という種類になるんですけども、はい、水の中に漂う木と書いてヒルギというんですけども、へ、そのヒルギの一種になります。そうなんだ。でそしてまたこの収められているこの1枚が、もう本当にぜひ動画でご覧いただきたいんですけど、すっごく幻想的な色使いになっているんですよね。そうですね、この青い、ちょっと写真でしかご案内できないと思うんですけども、この青い部分っていうのが空の青さですね、が映り込んでるんですか？映り込んでるっていう、はい、そしてこの、まあ、白いところは今度は雲の白さ。あ、そっか、空の青さと雲の白さが水に映り込んでいって、その上に漂っているお花のピンクが猛烈にこう強烈に出てきてるわけですね。そうですね、まるで浮き出るかのごとくに。そっか、だからこんな幻想的な風景になるんだ。そうですね、しかもこの花自体がすごく幻想的なんですよ、はい、それは夜、はい、こう花を開かせて、翌日の朝前、早朝ですね、はい、に一斉に落ちるんですよ、木から。ボト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 っていう音と一緒に、音とともになんですか？そうです。要は音聞かれました？もう恐ろしいぐらい大きい音がそこら中で聞こえるんですよ。面白い。でそれはちょうど要はヒルギっていうのはいわゆるマングローブの一種なんですよ、はいはい、でマングローブっていうのは、まあ、要は水の中に生息している植物なので、要は川がとか、まあ、水面が近くにあるんですよね、うん、はい、でそこに要は落ちていくんですよ、花が。そうなんだ。で朝焼けとともに川と一緒にこう花が流れていくんですよ。うわ、いや、これこの1枚に収められている写真も素敵ですけど、実物もちょっとすごく見てみたくなっちゃいました。そうなんですよ、もう花が流れる中を、うん、まあ、カヌーで行くんですけど、現場までは、はい、そのカヌーで要はその川を渡っていって、はい、花とともにこう、はい、下っていくわけです。花をかき分けかき分け。そうです、そうです。それすごいですね。そうです、日本で体験できちゃうんだ。それができるんですよ。なるほど、面白い。あ、そしてもう一枚ちょっとご紹介いただきたいんですけど、はい、こちらのお写真、もう真っ青な綺麗な、もう青一色っていう感じなんですけど、これはどんなお写真なんでしょうか？こちらはですね、西表島には、はい、いわゆるサンゴの殻、サンゴの殻、まあ、要はサンゴの死骸ですよね、そういった死骸が堆積する島があります。この島を、別名バラス島っていうんですけども、このバラス島っていうのが、実を言うと世界で2個しかないんですよ。この地球上全体でですか？地球上全体です。で1つは20個とか30個とかなくて2個しかないんですよ、はい、で1つは西表島です。はい、もう1つはなんとグレートバリアリーフ。わー、今
今度はアマゾンではなくグレートバリアリーフと戦ってるわけですね。そうなんですよ。すへ、自然とこう海流の流れに乗って、はい、サンゴのもそのいわゆる白くなったかけらとかが堆積して集まっていくっていうのは、はい、本当にもう世界でも2カ所しかないっていうことで。そうなんですか。やっぱり西表島ってただものではございませんね。ただものではないですよ本当に。ですからこの西表島のお写真の展示ってか、はい、写真展がこの前銀座であったんですよね。はい、そうです。その時に私はふらーっとなんかもう吸い寄せられるように入っていきもう一個一個のお写真、一枚一枚のお写真にもう釘付け状態で思わず声をかけてしまった。ありがとうございます。もうそれがきっかけで今日こうして出演させていただいてますんでいや私も本当にこのご縁ありがたいなと思ってます。そしてこの写真集の裏をちょっとひっくり返しますとですね、ここに写真集売り上げの一部は竹富町役場に自然環境保全費用として寄付されますと書かれております。はい、これはあゆみさんの発案で始められたんですか？そうです。私たち風景写真家っていうのは、はい、まあ、基本的な観念から申し上げますと、風景に撮らせていただいている側なんで、はい、その風景に対して恩返しを何かしらしたいなとずっと考えてたわけなんですよ。なるほど。そっか、風景なくしては写真撮りようないですもんね。そうですよ。風景写真家っていうのは存在しないんでそうしてしまうと、そうですね、はい、ね、しかも、まあ、どんな風景も風景は風景ですけど、やっぱりこう創作意欲が湧き立てる、ね、湧き立つような感動的な風景に出会わなかったらやっぱりこの素敵な写真にはならないですものね。そうです。もう入り表あっての、はい、本当に早見希少と言っても過言ではないぐらいなんですけども。なるほど。そっか。ということでこの写真集が1冊売れ2冊売れってするとその分が自然に返っていくわけですね。そうですね。やはりエコ的な、はい、今そういった活動も活発化してまして、実際には現地マングローブの研究なんかも進んでるんですよ、はい、でこっちこの研究が進むことによって、はい、未来的には砂漠とか、そういったところにこう木を植えていくような、はい、あの活動の資金の、まあにもなるかなと思うんですよね。そうでしたか。私も実はこの番組の中でもいろいろとご紹介させていただいているんですけども、はい、植林事業に今とてもとても力を入れてるんですよ。ですから砂漠化されているところをやはり緑戻していきたいなっていう思いは私もありますので、はい、目指すところやっぱちょっと共通項がありますね。そうですね。ですからこうやって今日、はい、ね、お目にかかれてお話しできるチャンスが出てきたのかなって思います、はい、いやでも本当にこの地球ってミラクルですよね。美しい素敵な、ね、本当そうですよ、はい、もうどこを見ても美しいっていう風に最近思うようになったんですよ。あ、そうなんですね。まだまだ実は今30歳なんで、はい、風景を始めた時はちょうど18歳になったんですけども。そんなに若い頃からなさってたんですか？そうです。もう最初はただ朝日と夕日を撮ってただけなんですけども、そこからここまで来た、すごいですね。もう10年かかりましたねここに来るまで。なるほど。でもやっぱりその若い頃からその夕日とかその空の風景に心を動かされて、はい、取ってきた積み重ねがあって、この水の色だとか、はい、空気感とか、うん、そういうものを捉えられるようになったのかもしれないですね。そうですね。やはり、うん、まあ、物事をこうしっかりと見つめるような目線っていうのが、はい、まあ、風景を通して教わったように感じます。わ、うん、かりました。今日素敵なお話とこの写真集ありがとうございました。こちらこそありがとうございます、はい、ぜひこれからもまた素敵な写真を撮っていただいてご紹介していただきたいなと思います、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。写真家のあゆみさんのお話を伺いました。